アラン・ロベールはフランス・バランス出身のフリークライマー。身長164cm、体重50kg。世界中の高層建築物を命綱なしで素手で登ることで知られ、スパイダーマンあるいはフランスのスパイダーマンの異名を持つ。11歳からロッククライミングを始め、1994年にスイスの時計メーカーからドキュメンタリーを撮影したいという依頼を受けたのがきっかけで、高層建築物の登頂への挑戦を始める。その一方で許可なく、登るため何度も現地の警察に逮捕されている。マレーシアのクアラルンプールにある高さ452メートル、88階建てのペトロナスツインタワーには1997年と2007年の2度挑戦し、いずれも60回で逮捕されたが、2009年9月1日3度目の挑戦で登頂を果たした。その後逮捕された。全くの個人活動ばかりではなく、企業のスポンサードを受けることもある。2009年6月2日、シドニーで企業名の入ったシャツを着てビルに登り、事前にはキャンペーンガールを引き連れて記者会見などしている。許可を受けて登ることもあり、2003年にはイギリスの映画専門チャンネルスカイムービーズの依頼で映画スパイダーマンの宣伝を目的にロンドンのロイズビルディングに登り報酬$18,000を手にしているほか2004年に開業した台北101のオープニングイベントにも招待された。2011年に国際会議のイベントでブルジュ・ハリーファへの登頂やイスタンブールサファイアからの招待でイスタンブールサファイアに登頂した際は主催者から安全上の理由で命綱と金具の装着を要請されたため、素手だけでは登らず命綱と金具を装着して登頂した。日本国内でも1998年11月に新宿センタービルにおいて職員の制止を振り切って登頂を敢行し屋上で逮捕された。結局9日間拘置され、フランス大使館が介入して、ようやく釈放された。2010年8月30日にも、シドニーの高層アパートを登り、登頂後不法侵入容疑にて逮捕されている。登頂する際にスパイダーマンのスーツを着用して、登頂することもある。2011年にはジャンルを超えた冒険家に贈られる第3回ファウスト・エージー・アワード2011を、篠塚健次郎らと同時に受賞した。パリ北西部のデファンス地区にあるトタル本社ビルは2003年の他に2016年3月にも登っている。また2004年4月1日にもトタル関連のビルにイラクへの攻撃参加に抗議するために登った。2007年3月、ペトロナスツインタワーを登る2007年、トーレアグバールを登る2008年5月5日、ニューヨークタイムズビルを登る。ありがとうございます。